北勢鉄道20系電気機関車。20型は北勢鉄道、現在の三義鉄道北勢線が1931年の路線電化にあたり新造した4同軸の突型電気機関車である。製造以来28年にわたって稲部川から産出する砂利の輸送に使用された1931年7月8日の六国。 揚げ期間延長及び前線電化開業に際して、付設された、稲部川砂利採取線からの直営砂利事業のための、貨物輸送を主目的として、ノース20.21の2両が1931年2月に、名古屋の日本車両製造本店で製造された。これらは1944年2月11日の、 北勢電気鉄道の三重交通への統合で71系71.72へ改版され、さらに1965年の三重電鉄の近鉄合併時に多線先在籍車との車番重複を解消するため、で45型で45で46に再改版された。全長9.3メートル、自長12.6トン、と日本の762ミリメートル、 機関軽弁鉄道向け電気機関車としては、比較的大型の突型車体を備える。1位側、挙気側の機械室には、空気圧縮機や第1、第2弦空気ダメなどの空性機器を搭載し、2位側、西桑名側の機械室には抵抗機などの電装品を搭載する。運転室部分には、中央2位寄りに直接制御機と座席が設置され、 乗務員は横向きに着座するレイアウトである。大車間を中間連結機でつなぎ、直接牽引力による負荷が、車体にかからない構成であったため、大枠はこのクラスの電気機関車としては華奢な、通常の傾向を組んだ設計となっている。これに対し、妻面が2枚窓で左右に乗務員扉を配した、運転室や前後の機関室は、描節で組み立てられた。 当時の凸型電気機関車としては、定石通りの設計であった。前照灯は、前後の機械室上面の点検外中央に1気ずつ、独立した灯具に収めて搭載し、標識灯は二灯ずつ機械室端面に左右に、振り分けてマウントされている。電装品は三菱電気製で統一されており、直接制御器と、 単子電圧 750V 時定格出力 46.6kW の主電動機を吊り掛け式で、拡大車に2機ずつ、計4機搭載した、シンプルな回路構成の直接制御車である。終電装置は、シンプルカテナリ方式で電化されたため、心臓当初より運転室の屋根上に、皮脂枠形パンタグラフが搭載されている。組み立ての板枠構造で重ねいったを、 軸バネ及び枕バネとする本格的な構成の二軸ボギー台車を2機装着する。この台車は左右の側枠が前後に長く延伸されて、端張りで結合されるが、車体中央より端張りには中間連結器が、両端より端張りにはピンリンク式連結器がそれぞれマウントされており、牽引力は車体を介さず直接台車から、被検引対象である客貨車に伝えられる構造と、 なっている。このため、牽引力を負担する必要のない車体の台枠が、簡素な構造となっており、また、この台車構造ゆえに、両端のデッキは、台車上に設けられたため、床面高さ 550mm と極端に低い位置となっている。下車に貫通制動機が搭載されていない、簡素な軽便鉄道用機関車ということもあってか、 非常直通ブレーキが採用されている。これは、ブレーキシリンダーを運転室直下の運転台よりに一気、搭載し、ここから前後の台車にロッドを介して、ブレーキ力が伝達される、当時の定石通りの構造である。また、これに加えて、反対側の床下には、手ブレーキに必要なプーリーなどが掃除されており、空気制度が使用できない際には、 座席と天体章の位置に設置されたハンドブレーキホイールを回転させ制動する設計となっていた。なお、空転時の散差に用いられる砂箱は台車ではなく各機械室の端部に設けられており、その上部に設けられた開口部から砂を補給し、必要に応じて運転台からの空気圧操作で散差を行った。 基準面からの高さ 380mm の位置に、前述の通り台車単張りに直接マウントする形でピンリンク式連結機が取り付けられ、北西線在籍旅客車の連結機が4、3サイズの自動連結機に交換された際にも、専用貨車を含め、そのままとされていたが、20で45については除籍後、機械扱いとなってからは必要に応じて2種の、 連結器を交換して使用された。基本的には、稲部川の砂利採集事業のために新造された電気機関車であったため、春工から三重交通への統合後までの長期間に、渡って国鉄線との貨物積み替え駅となる西区穴のホッパー、線から星の港内側線までの往復で終始していた。だが、その需要の大きさなどから将来は透明に安泰と、 思われていた、この砂利最終線は、1959年9月26日の伊勢湾台風で、その諸設備について、致命的な大打撃を受け、復旧に巨額の費用を要する見通しとなったことなどから、自動車輸送への転換と路線の廃止が決定された。このため、本形式は、その本来の使途を失って、余剰と化し、71は、 北税線に止まってた客機の客車県員や、補選化車県員を主任務とするようになった。もっとも、運用数に比して2両の在籍は過剰であり、余剰となった72は1959年に、三重線へ転属、老朽化等の問題を抱えていた51型と、置き換わる形で、客車県員に用いられることとなった。こうして転用が図られた72であるが、 1964年の湯の山線改め期以後は、電動車の余剰もあって、稼働率が急激に低下し、車庫で待機する時間が大半を占めるようになった。同車は、近鉄合ページに承継されて46都会版の上で、他の電気機関車が淘達された後も、内部、八王子専用として残されていたが、結局1975年に、廃車解体されている。 これに対し、北税線に残存した71で45は、北税線近代化事業が実施された1979年まで、営業用車両としての車席を保ったまま維持され、除席後も1980年代中盤まで、北大社の校内入れ替え等に用いれていたが、後にこちらも、廃車解体されている。ただし、頑丈な、いたい枠大社は、 重量物積載用の仮台車として便利であったためか一方が転用され北台車車庫に現存している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。